でも昔僕劇団にいたんですけど、香川のヒローズっていう劇団にいて、ヒローズに入るまでの僕ってあと5段階ぐらい陰キャでした。そして5段階ぐらいは人と喋るのが苦手でしたね。これ10段階マックスです。なんでそれが治っていったかというと、その劇団っていうのがお芝居をこう終わった後にありがとうございますみたいな感じで外にこう並んでお見送りをするみたいな感じの劇団だったんですね。もう見てくれたお客様が並んで話したい劇団員と話せるっていう、そういうシステムだったんですよ。僕はもうそれがとても苦手だったんですよ。ちょっと今だから言いますけど、まあもうバレバレだったと思いますけどね、すごい難しかった。何を話したらいいかがわからないんですよ。僕はお芝居やって終わりだから。やっぱり僕のその時いた劇団員の人にたちに僕みたいなタイプがいなかったんですよね。みんな、なんかクラスで一番はしゃいでたやつらみたいな。悪口じゃないです。その時僕がいたのが香川の支部だったんですよ。ニューレオマールドってとこでやってる。でその香川の支部にいたのはまあ15人とかそんぐらいいたんですけど、その15人が15人僕以外ですかね、全員クラスで一番ボーリングとかバーベキューとかしてた感じの人たちだった。結構まあ僕のイメージですけどね。だからちょっとタイプが違ったんですよ僕と。なんででも僕は聞きました。そこで人とのコミュニケーションの仕方、そしてどう洗えばいいかとか聞きました。それこそその時のリーダーが沖縄出身の人で、すごいね明るい人だったんですよ。だからその人はすごい僕にもいろいろ教えてくれたし、いつも笑顔で筋トレしててムキムキだったんですけど、やっぱ沖縄ってすごいなってその時から思ってましたね。普通に沖縄タイムみたいな感じで遅刻してくるし常に力入れてる人は違う人ですね。常に力入れてる人はすごいアクロバットが上手くて、僕が香川に最初行った時いなかったんじゃないかな。僕のいたその劇団っていうのが全国に支部があって、東京と石川県とあと香川と静岡の4支部あったんですよ。で全部でその時60人とかそんぐらいいて、そのメンバーがまあ15人ずつぐらい結構チリジリになってるというか、たまにメンバーが入れ替わったりするんですよ。石川支部から香川に来るみたいな、で逆に香川の人が向こう行くとかで、僕はまあ幸いというかずっと香川にいたんですよ。僕在籍中はね、石川から来た人の一人がアクロバット担当みたいな人で、その人がね今も香川の方で活動してるんで、加藤さんっていう人なんですけど、その人がすごいスラッとして体もゴリゴリにムキムキっていうタイプじゃなくて、バチバチに締まったムキムキみたいな、細くてムキムキみたいな感じで、確か僕の記憶だと体操で国体出てるみたいな人なんですよ。そうそう、加藤直さん。直さんはめちゃくちゃ僕にいろいろ教えてくれて、直さん頭も良かったんで、僕ら結構自分たちで事務的なこともやってて、そういうのも教えてもらいましたね。その後来たのが徳城さん、徳城啓太さんっていう、すごいダンスが上手くて、あとお芝居もめちゃめちゃ勉強してる方で、その時は結構アクロバット要員とダンス要員みたいな感じで来たイメージありましたね。それでいろいろ教えてもらいましたね。まあレオマに所属していたわけじゃなくて、あくまでも大江戸温泉グループの会長がいるんですけど、その橋本博さんの直轄グループみたいなやつだったんですよ。だからヒローズなんですけど、よくヒーローズに間違えられるんですけど、全くヒーローとかいう意味はないです。ヒロの集団だからヒローズなんですよね。まあそういうので一緒にやってて、聖天さん今 USJ いるんだ。当時 USJ に行ったっていうのは知ってましたけどね。聖天さんっていうの僕も見たことありますけど、 YouTube に上がってるじゃないですか。当時のレオマールドのウォーターワールドでやってたちょっとギャグヒーローショーみたいなやつ、姉の敵やってた途中で来たんですよね。でも聖天さんはだから僕その時はね、僕の後輩だったんで聖天って呼んでたんですけど、今やもう別に後輩じゃないし、しかも年めっちゃ上だから終わった後しばらくして会った時に普通に、あ、聖天さんお久しぶりですとか言って、ちょっとやめてくださいよとか言われましたけど
僕があの時当時二十歳ぐらいで、その時に聖天さんが10個ぐらい上だったんじゃないかな、30ぐらいだった気がするけど、年を覚えてないな。その人がもうバチバチに、僕はもうその人のアクションを受け継いでるってわけじゃないけど、教えてもらったのが一番多かったのは聖天さんだったんで、その人が今ね USJ で働いてるみたいですよ。それこそショーとかに出てるみたい。もう皆さんね、いろんな方面に行ってますよ。それこそその時のヒローズで、石川で始まったんですけど、石川が本部でとかで活躍してた僕より先輩が荒牧さんですからね。今もう荒牧さんとはもう超超大物ですから、いやすごかったですよ。あの時からオーラが荒牧義彦さんです。だから本当にもう僕もすれ違うぐらいしか会ったことないですけどね。全員集合イベントみたいなのがやっぱあって、石川県にこうみんなわーって集まってみんなでやるみたいなやつなんですけど、その時ぐらいしか会ったことないですね。でその時に僕らヒローズっていうのが一回 CD をね出したんですよね。ヒローズ7っていう、その7人に入ってたのが荒牧さんだったんですよね。で僕は入ってないんですけど、一応説明しとくと、僕が入った時点でもうその話は進行してて、僕ってそういうのに関わってない時期に入ったんで、まあ選ばれるとかそういう次元じゃない後輩だったんですよね。3期生までで選ばれてたんですよ、その人たちが。で僕が4期生っていうので入って、よく話してる一緒に辞めて東京でしばらく同居してた伊藤くん、ともちゃんはなんか当時3期生でいろいろあって1回抜けたんですけど、もう1回5期生として入ってきたんですよ。そうそうそう、思い出した。なんか同期みたいな気持ちになってたけど、3と5だからなんかよくわかんないみたいな、3期生の人たちがこうタメ口で話してて結構友達みたいな感じで、でも4期生の人たち的には一瞬先輩だったけど後輩で入ってきたからどうしようみたいな中で、でも友ちゃん的にはやっぱいやもう俺5期生だからみたいな感じで来てたけど、でもまあ俺全く同い年だったんですよね。だからまあすげえ仲良くなったんですけど、だから友ちゃんはだから最初は石川だったんじゃないかな。その後入ってきた時に5期の伊藤くんがつって香川に来たんじゃないかな。友ちゃんこの前年末かな、こまちょいチャンネル見たっつって連絡してきてくれましたよちょうどともちゃんの話をねちょろっとしたら、うん、見たって言ってましたね。すごい今はまあ別の仕事してるんですけども、忙しそうにしてました。懐かしいですね。でもその関西の方で活動してる人が多いから、芸能系やってる人も全然会ってないですね僕は今。